皆様こんにちは。いつもリードめちゃハッピーチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。最近ビッグボスの新庄監督のことがテレビに出ない日がありません。今沖縄でキャンプをしているようですが、本当に素晴らしい方だなと思います。不安は宝物というこの言葉一つで全てが若い選手たちに伝わるのではないでしょうか。本当に素晴らしいと思います。お客様は宝物という言葉、これを社員さんたちが心に入れた時にはやはり経営も変わってくるのではないでしょうか。ビッグボスは本当に立派な経営者であります。稲森さんの言葉を読ませていただきます。凄まじい集中力を持つ、仕事をする時には次から次へといろいろな問題を短い時間に判断し解決していかなければなりません。問題に遭遇した時に一瞬で問題の核心を捉え判断できなければ問題は常に先送りされ仕事が進まなくなってしまいます。問題に対しては意識を研ぎ澄ませ、凄まじい集中力であたかも太陽の光をレンズで一点に集めるように全神経を集中させる必要があります。しかしそれは常日頃から集中して考えることが習慣化されていなければ決してできないことです。日頃からどんな些細なことに対しても優位注意を心がけ、凄まじい集中力を注いで真剣に考える習慣を身につけることが大切です。坂村新民先生一日一言の中から、生きるのだ、命いっぱい生きるのだ、念じ念じて生きるのだ、一度しかない人生を何か世のため人のため自分にできることをしてこの身を捧げ生きるのだ。中村天風先生一日一話の中から、傑出した人物、実際古今ともにいわゆる傑出した人物というのはいずれもみんな優位注意力が完全な人々のことを言うんだ。何事に対しても周到にその観念が統合され、従って精神も統一され、その結果すべての能力が同輩をしのぐために嫌でも自然と傑出してしちゃう。だからいつも何事でも自分の好むことを行う時と同様に気を込めておやりなさい。常岡一郎さん一日一言の中から、真理の海、世界は広い、自分の目の届く部分は球牛の一毛にも及ばない、宇宙は広い、人間の歴史は幾億年過ぎている、それに比べて我々の一生は瞬きの短さにあたる、宇宙は真理の海である、無限の断りで包まれている、運命のこと一つでもわからぬことが多い、しかしいかに人間にわからないことでも一切は整然とした断りに貫かれていることを信じる。だからたゆまず真理追求の感激を燃やし続けたいと思う。今日もめちゃハッピーでありがとうございます。